はい、皆さんこんにちは。中津大学、今月の講義を担当します琉球大学附属図書館の前田由紀と言います。よろしくお願いします。今月のこの講義で、どうやら今回の中津大学は7月から休校となっていたというふうには伺っておりますが、4ヶ月ぶりの再開ということで抜擢していただきましてありがとうございます。事務局の方から、チューズライフプロジェクトさんの方からはですね、戦前の沖縄について話してほしいというふうに依頼がありましたので、主には近代と言われる時代の話を今回のこれから4回ではやっていこうかなと思います。来年が沖縄は復帰50年ということで、さらには沖縄県知事選をはじめさまざまな選挙が重なる年みたいですね。そういった中で沖縄に関する関心が高まる年になるのかなというところで、沖縄の歴史について学ぶ機会をというふうな意図でチューズライフプロジェクトさんの方から企画されたというふうに伺っています。で、今回の私が担当する講義では、先ほども言いましたが、主には沖縄近代の歴史をメインに話していこうかと思うんですが、その後にはどうやら沖縄戦であるとか、それから戦後ですね、基地と安全保障の問題であるとか、こういった講義も予定されているということですので、それにつなげれるような形で、近代沖縄の歴史、ちょっとだけ戦後も含めて、これはどういうふうに戦後につながっていくのかっていう、なんかフラグを立てるような話をしていこうかなというふうに思います。それでは今回から4回、皆様どうぞよろしくお願いしますと。いうことで、では早速画面を共有させていただきたいと思います。はい、出ました。沖縄を知る第1回ということで、琉球王国と琉球諸文1というふうに今回タイトルを銘打っております。さっきから話している前田という人間については皆さんあまり知らない方も多いかと思いますので、簡単に自分の方から自己紹介させていただこうかなというふうに思います。はい、現在琉球大学附属図書館の方で働いているんですが、この中津大学さんの過去の動画を見てると、大学 の研究者の先生方がご自身の専門分野について話している動画が多かったんですけど、一応僕は研究職ではなくて大学の普通の事務職員さんとして図書館で働いています。一応琉球大学附属図書館が持っている琉球沖縄関係資料の保存管理の仕事をしながら、空いた時間で研究、ちょっと沖縄の歴史研究やってるというところです。だから出身は一応福岡なんですけど、2018年に琉球大学で博士課程を取って、現在に至るというところです。で、専門は、琉球沖縄史というふうに言ってますが、主には明治時代の沖縄の歴史、琉球王国から沖縄県変わるところの歴史ですね、政治だったりとか社会の様子について研究しているといいます。で、今年の4月に初めて博士論文をですね、単著として出版しました。沖縄初期建設の政治と社会という、非常に高い本ですので、図書館で見かけたら、この間中津大学で喋ってたやつの本だなとちょっとパラッとめくっていただければと思うんですけど、それから、今年の11月ですね、つい最近になるんですけど、研究仲間とそれから先輩方の協力を得まして、つながる沖縄近現代史という協調、これは一般書ですね、を出版いたしました。沖縄の出版社ボーダーインクというところから出しています。こちらはぜひ手に取りやすい価格の本になってますので、ぜひぜひもし見かけたら読んでいただければなというふうに思います。それから研究仲間たちと YouTube のチャンネルを運営しております。沖縄歴史クラブチャンネルと、ぜひ興味ある方調べてみていただければと思うんですが、最新の研究情報である琉球沖縄史に関する最新の研究情報であるとか、それから誰かが出したばかりの本とか論文の紹介とか、あと沖縄の史跡とか、博物館の企画展の、取材とか、こういった研究仲間が集うサロンみたいな、チャンネルとして、楽しくやってるところになりますので、ぜひ興味がある方はこちらの YouTube チャンネルも見ていただけると幸いです。というところで、
研究職で働いてる人間ではないんですけれども、まあ、大学にはこういった変わった人が事務職としても働いてるんだなと思いながら、お話聞いていただければなというふうに思います。では早速中身の方に入っていこうかなと思うんですが、今回から4回どういった話をしていくかというところをまず先に押さえておこうかなと思います。まず今回はですね、琉球処分と言ってますが、琉球処分というのは、近世の琉球王国が、明治日本に併合される過程というふうに一般的には言われるんですけど、その前史の部分ですね。そもそもなかなか琉球沖縄市ってあまり馴染みのない方も多いと思いますので、琉球王国ってどんな国とか、そもそもどういう歴史があるのかっていうのをかなりさらっと、お話ししていこうかなと思います。で、次回が具体的に琉球処分の話をして、で第3回では、甘いけど苦い近代沖縄と黒糖ということで、経済のところですね、黒糖が沖縄基幹産業にな近代になっていくんですけど、それであるがゆえに起きた、不況の話とか経済構造の話とか少ししようかなと、そして最後第4回では同化をめぐる近現代の沖縄ということで、沖縄の人々にとって日本人になるってそもそもどういう意味があるのかというのを近代から紐解いてみようかなというふうに思います。ということで早速ですが、こちらですね、これだけは知っておきたい琉球沖縄史の流れということで、高校の日本史とか世界史とかの講義ってこうやたら年号とか出来事をこう暗記させられた記憶が多くの方いらっしゃると思うんですけれど、琉球沖縄史ですね、まず覚えておけばいいかなと思うのは多分この5つだけだと僕は思っています。だから年号の記憶が本当に嫌だった思い出がある方は、そこは全然琉球沖縄史をやる上では関係ないかなと。この5つある程度押さえておいて、その間どういう時代だったかっていうのを押さえていくと、琉球沖縄史ってのは分かりやすいのかなと思います。で、左の年表を見ていただいても分かるように、日本のいわゆる一般的な時代区分とは全然違うっていうのが分かると思います。琉球の場合ですと、およそ900年前、日本だと平安時代ぐらいですかね、そこまで、貝塚時代という、狩猟採取を中心とした時代が長らく続いてきたと。でその後、グツク時代という時代、別名古琉球と言ったりもするんですけどに入っていくと、今度は農耕が始まり、そして人々はいわゆるグスクと言われる、拠点を中心にして、この何ですかね、集落を作り、でアジという、有力者が各地に出てくると。そうすると戦争が始まる時代になってくるんです。これは発展段階でよく言われるプロセスかなと思うんですが、琉球の場合、その後グスク時代に入り、1429年には、昭和氏が琉球を統一することによって、初めてここで、琉球王国という国家が誕生するわけです。で皆さんがこう一般的にイメージされるような、海洋国家、例えば中国とか日本だけじゃなくて、東南アジアぐらいまで、船で、海を股にかけて、大交易時代を築いた琉球というイメージの時代は、多分この昭和氏が琉球を統一した前後ぐらいの時期になるかなと思います。でその後琉球は1609年に、薩摩島津家に、侵攻され進められると。でそれ以降、薩摩藩の、従属下に入っていく時代、この時代が近世という、言われる時代になります。近世琉球ですね。そして、今回のメインとなる近代は1879年の、琉球処分以降、琉球王国が、亡くなり、そして近代日本の、一都道府県として、沖縄県として、位置づけられる時代が、近代沖縄、そして1945年の、沖縄戦を挟んで、その後、戦後1972年まで、米軍統治時代が、おおむね27年間続いてきたわけです。ちょうど50年前までは、米軍の統治下にあったということですね。でこういった琉球沖縄史の流れの中で、今回の話ではおおむね近世末期ぐらいから、近代の話をしていくということになります。この近世の琉球で、どういった国際関係の中にあってどんな国だったのかという話をまずはしていこうかなと思う、簡単にしていこうかなと思うんですが、やはり今イメージされるような国民国家という、領土があって国民が排他的な領土があって国民がいて、そしてある程度こう統一された言語がそこで話されているっていうような国家
ではなくて、やっぱり近代以前というのはいろんな形の国家が、まあ、あったと思うんですね。まあ、そういった中で、近世の琉球の場合はやはり中国と日本という、大国の狭間で、うまく立ち回って生き延びてきた、小国というふうに、まあ、位置づけられるのかなというふうに思います。だからそういった中で今あの画面で映している絵はあのちょうど琉球大学附属図書館が持っている琉球人行列図に式絵という資料の一部になるんですが、江戸への使節を琉球から送るんですけど、まあ、その様子を描いた錦絵が、まあ、かなり多く残ってるんですね、まあ、江戸時代の日本には。まあ、この他にもですね、絵だけじゃなくて琉球人行列の様子を描いた、まあ、資料とかこういったものはかなり多く残っています。で早速ですが、琉球の国際関係、まあ、大きくはまあ中国と日本との関係になるんですけれど、まずは中国関係ですね、大変簡単に図式化してみました。これは琉球だけではなくて、まあ、いわゆる作法秩序と、いわゆる作法体制と言われるような、国際秩序を、図式化したもん、超簡単に図式化したものになるんですが、まあ、ざっくり説明すると琉球を含むこういった周辺従属国が、中国皇帝と朝貢すると教授を示して朝貢するわけですね。でそれに対して、歴代中国皇帝は、朝貢してきた国の支配者を支配者として任命する、このことを作法というんですけど、でさらに朝貢してきた時に持ってきたもの以上の献上物以上のものを返礼として与えることで、まあ、周辺の国々にとっては経済的にもこの行為自体がうまみがあるというところですね。まあ、そういった中で琉球はちょうど700年前ぐらいになるんですかね、グスク時代に初めて中国へと朝貢し、で当時は多分馬とか硫黄とかこういったものを献上してたんじゃないかというふうに言われていて、で近世になるとこの朝貢品も変わってきます。あの日本産の銀であるとか、それからこれまた日本から流れてくる俵物などがまあ輸出のメインになってくると。でやはりこのまあ経済的な面もまあ重要なんですけれども、やはり琉球王国に、まあ、琉球王家にとって中国皇帝から琉球国王として任命されるという行為自体がこの王権を支える大きな後ろ盾になっていたわけです。なのでやはりその琉球処分の時期になってきても、いかにこう中国との関係を続けていくかというところが大きな焦点になっていきます。でこれが表の関係になるんですね。表向きは琉球は中国に朝貢している、まあ、この作法秩序の中に位置づけられていると。一方で裏の関係というのは実は、対日関係になります。対日といってもここ非常に微妙な図になるんですが、基本的に琉球が、従属しているのは薩摩になります。薩摩島津家ですね。で薩摩に対しては、毎年年貢を納めています。でさらに、年始に使節を派遣していたりとか、それからそのさらに上の構造に徳川幕府が、ね、あるようなイメージなんですけど、徳川将軍の代替わりごとに慶賀使で、琉球国王の代替わりごとに社恩使という使節を江戸に派遣していました。なので先ほどの琉球人行列の錦絵は江戸へ向かう使節の様子を描いた絵画資料になっています。で一方で薩摩からはどういった支配を受けていたのかというと、まず在番役人と言われる薩摩の役人たちが那覇に駐在して、まあ、主には琉球の外交を監視していました。で、さらに、琉球に対しては、日本の俵物であるとか、それから、銀を輸出していたと。で特にこの銀が、当時の琉球の対中国貿易を、まあ、支えていたと言っても過言ではないわけですけど、まあ、こういった、秩序といいますか、外交関係に置かれていたと。で、一方で、この対薩摩関係って実は中国に対しては隠していたんですね。あの全く別の秩序の中に、2つの異なる秩序の中に生きていたというのが琉球になるんですが、ここをうまく、立ち回っていたと、まあ、言いますか、この要因というのもいろいろ言われるんですが、特にその明朝から清朝へと、変わった段階でやはりその清の勢力というのに当時の近世の日本が警戒したんじゃないかと。でそういった中で、まあ、薩摩関係を隠しながら中国との関係を続けていくといったような体制が出来上がってきます。
なのでですね、まあ、隠蔽の事例っていろいろあるんですけど、例えば中国から作法の使節が来た時には、当時那覇に駐在していた薩摩の役員たちは、周辺の村ですね、浦添とか西原とかこういった村に避難するんですね。ただ避難させるだけじゃなくて、で来る前には例えば那覇とか首里にある、まあ、お寺さんとかにこう日本風の絵画とか掛物とかかかっていたりとか、日本人の墓があったらこれを取ったり、もしくは墓だとですね、あの土で埋めちゃうっていうようなあの事例とかもあって、必死にこの日本との関係を、まあ、隠すような、まあ、行動を取って、で、まあ、日本との関係をうまく隠して中国の施設をまあお迎えしていたというような、記録が資料に残っているんですけど、まあ、こういったまあ涙ぐましい努力の中で、この表の中国、裏のまあ対薩摩関係というのを長らく続けてきたと。まあ、多分中国側もまあある程度感づいてはまあいたとは思うんですけれども、まあ、当時のまあ中国というのは基本的には内政干渉してこないまあわけです。なので、まあ緩やかにあの関係を続けていたというふうに思えるのかなと。で、こういった、表裏の関係性、国際秩序というのが崩れてくる時期というのがあります。それがアヘン戦争になります。琉球から見たウェスターンインパクトというふうに題をつけていますが、アヘン戦争以降ですね、東アジアの国際関係というのは、それまでの200年近く、まあ、江戸時代の日本では太平の世と言ったりしますけど、まさに近世の東アジア社会というのは比較的安定していた時代から動揺変動の時代へと変わっていきます。まあ、アジア史的には植民地国家時代というふうな時代に入っていくんですが、ここでポイントとなるのは、この植民地国家基本的には西洋列強諸国に支配される側にこのアジアの国々が位置づけられていくわけですけど、一つだけ例外があって、日本の場合は日本だけがアジアの中で植民地支配する側にこの後なっていくと。で、ここと、まあ、やはり、それまで続いてきた、まあ、琉球の国際関係との、まあ、変動が、まあ、深く関わってきて、かつ、次回の琉球処分とつながっていくわけですが、まあ、まずアヘン戦争そのものの、影響について見ていくと、アヘン戦争に前後してですね、琉球にどういった変化が起きたのかと。まず明らかな変化として、まあ、西洋船、まあ、異国船の来航数が急増します。アヘン戦争以前ですと、例えば漂着とかこういった、まあ、本当に散発的な西洋船の来航ってあるんですけど、まあ、あまりそう多くない一桁台ぐらいだったかなと思います。で、これが、アヘン戦争後には交易などを求めて意図的に来航する西洋船の数がだいたい10倍近くに増えていたかと思います。しかしながらですね、琉球の基本方針は現状維持なわけです。薩摩と中国との関係をいかに続けていくかといった中で、あまりにもこう西洋人たちが入ってきすぎてしまうと、我々がこう隠している、特に薩摩との関係が中国にバレるんじゃないかというのを非常に琉球は警戒するんですね。なので西洋人たちに対してはもうとにかくすぐに帰ってもらうように、まあ水とか食料とかとにかくもう要求されたものはとにかく渡してさっさと出航してってもらうというような戦略を取ります。で、1850年代に日本へ行く前のペリーが琉球と小笠原に寄ってるんですね。要は日本の開国できなかった時のための保険として、まあ、琉球と小笠原に目をつけたわけですが、まあ、このペリーに、まあ、押しに押されて、まあ、琉球は1854年に琉米修好条約という条約を結んでいます。で、この条約、まあ、アメリカと琉球の間で結ばれた条約ですが、締結だけではなくて、その後の批准まで行ってるんですね。まあ、要は正式な条約として琉球アメリカ間でも結ばれたというような建前になっているわけです。で、この後ですね、オランダとフランスも琉球と条約を締結していますが、締結までで終わっていて、その後の批准までは、まあ、至ってないと。まあ、やはりこの琉球の位置っていうのが、まあ、日本の従属下なのか、中国の従属下なのか、ちょっと判断がつかない状況の中で、未批准ということになっているわけですが、アメリカとは正式に条約を結んでいるというのもここポイントになってくるかなと思います。この絵はまた琉大図書館が持っている、これ写真資料に一応なるんですけど、多分絵をこう写真で撮ったものになるんですが、あの有名な絵で、あのペリー艦隊の、まあ、ペリーがですね、琉球に来て、そして首里城表敬訪問、
これも無理やり訪問しようとするんですけど、まあ、琉球は結局はこう正殿までは入れずにですね、その手前で、こうもてなして、まあ、帰ってもらったわけですが、その時に描かれたシュレーモンの、まあ、海岸を、まあ、後々こう写真で撮ったものになります。でこれ見ると面白いのが、結構皆さんこうシュレーモンに行くと、あのシュレーの国という額をここで見ると思うんですけど、中山府っていうふうにこの絵では書いてあるんですね。まあ、シュレーの国という額自体は中国からの使節が来た時に、まあ、かけていたというふうに言われるんですが、まあ、いつもと違うといいますか、まあ、その礼でもてなすというような額ではない額をかけていたというところに、もしかしたら当時の、まあ、琉球人たちの、まあ、意図が見えるんじゃないかなとか、まあ、いろいろ想像ができる資料になります。まあ、ちなみにやっぱりこのペリー艦隊の乗組員の中には軍人だけではなくて、まあ、医者とかそれからこういった絵師たちがたくさん乗っていたんですね。で、まあ、彼らこのシュレーの門の写真、絵だけではなくて、まあ、琉球の各地の、風景であるとか、まあ、人物とか、それから、まあ、動植物の、絵画というのを、まあ、多く残しています。まあ、これも結構見ていくと、当時の様子がわかる面白い資料かなというふうに思います。こちらの資料は、琉大図書館のデジタルアーカイブに載っけてますので、まあ、ぜひ機会があればご覧いただければと思います。で、ちょっと時代を進めて1870年代の話になるんですが、まあ、日本では、西欧列強からの、脅威に対して、まあ、明治維新が起きます。で今我々がこう考える明治維新って、まあ、大きな大変革の時代と、まあ、やはり日本がまあ近代国家へと、舵を切った、まあ、大きな出来事というふうに思えるんですが、周辺国から見たらどうなのかといったときに、まあ、当時の琉球の資料の中にもこの明治維新のこと、まあ、ちらほら、出てきます。ただやっぱり見てるとそんな大変革というよりか、まあ、日本のこと当時ヤマトというふうに、表現しているんですが、まあ、ヤマトの生態が変わったらしいというぐらいの認識でとど、まってるんですね。まさかそれがその後の大きな変化になり、かつ、自らの存亡に関わるような事態になるとはこの時点では全く認識されていませんでした。でただじわじわと事態が動き出すのが次の、ところですね、1871年の出来事、2つの出来事になります。これが次回への、まあ、フラグになるわけですけど、まず1つが、日本全体で廃藩置県が、断行されます。それまでの、藩から、藩を廃止して、そして、各地の藩主たちを東京へと、まあ、集中させるわけですね。でそれに代わって、府県が設置されると。でまあ、これによって、薩摩藩がまあなくなって鹿児島県にまあ変わってしまうわけですね。それはどういう意味があるのかというと、琉球からするとそれまで従属していた薩摩っていう国が、まあ、薩摩藩がなくなってしまうわけです。で、この後じゃあ琉球はどうなるのかっていうと、まず半年間だけですけど鹿児島県の管轄に入ります。で、その翌年には鹿児島県の役人たちが琉球へと派遣されてきて、で、まあ、それまで薩摩藩が琉球に持ってた、負債の免除を通達していたり、それから鹿児島に合わせてあなたたちも内政改革をしなさいというふうに要求してくるんですね。まあ、具体的には当時、まあ、絹織物が非常にこう高く、輸出品として売れてるからあなたたちも絹をやりなさいとか、それから、開墾してもっと土地を増やしなさいとか、あ、そうですね、役人の数が多すぎるので役人の数を削りなさいとか、いろんなこの要求をしてくるんですけど、まあ、琉球は、まあ、はいはいと、まあ、全部突っぱねるわけじゃなくて、まあ、ある程度聞きつつ、でもある程度こう受け流すという形で、まあ、のらりくらり、まあ、かわしていたわけです。で、もう一方で、この年、どういった出来事があるのかというと、琉球人遭難事件と、まあ、別名、牡丹社事件と言ったりもしますが、宮古八重山から、那覇へと、年号を持ってきた船がですね、まあ、その帰りに台風にあって、台湾へと、漂着します。ただ、漂着した先で、台湾の産地原住民によって、まあ、殺害されるという事件が発生します。でこの後この事件の報復を、口実として、でまだ、琉球は、日本の正式な所属下、従属下に入ってはいないんですけれども、この事件を口実にして日本は、台湾出兵を1874年に、決行します。でこれがまた琉球の、所属をめぐる、まあ、大きな事態へとつながってくるというところで、今回もお時間となっておりますので、はい、今日は
第1回はここで終わりということで、次回はじゃあこの後、琉球はどうなっていくのかと、まあ、日本へと併合されていくプロセス、まあ、いわゆる琉球処分についてお話ししていきたいと思います。それでは第1回ご視聴いただきありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いします。